ハローーーエブワジジョカ今日も撮っていきたいと思いますね、えー。今日のテーマはですね、大会で流した涙は、えー、必ず君を成長させるというテーマでお話ししていきたいと思います。えー、7月14日の日曜日ですね、えー、全国手段連盟の一大大会、えー、一番大きな大会ですね、マーカーリーでやって800人以上今回、あのー、参加しましたと。 で、えー、ゴリ先生のところも当然毎年参加するんですけども、あのー、連れていく選手に関してはですね、いろんな、あの、思いがあって、いろんなパターンで連れていくんですね。えー、当然賞を取れる、え賞、ー、を取りに行く選手、えー、例えば来年を見越して、え取、ー、り、来年を見越して、来年、あの、メインの選手になるから、えー、連れていく。 あとはリーダーシップ、えー、高学年になっててですね、えー、後輩の小さな子たちの面倒を見る、リーダーシップを養ってほしいなという、えぇ、ー、こう連れてってみたりとか。あとはもう小学校、えー、そろそろ卒業するからな、えー、思い出作り、えー、で連れてってみたりとか。あのー、いろんなパターンでゴリ先生実は連れてくるんですね。えー、もう成績だけではないんです。ねいろんな思いで、 えー、そうやって選手を選んで連れてってるわけなんですけどもまああのその中の一つのパターンでですねああいうリアルな大会で、えー、多分賞は取れないだろうなというふうに、えー、思ってるんですけども、えー、ただ、えー、多分あのでかい大会で えー、負けた時の悔しさ、えー、負けず嫌いな子でですね、負けた時の悔しさを、えー、感じさせることによって、この子伸びる可能性あるかもな、あのちょっと覚醒するかもなっていう子、えー、を今回、ちょっと1人あのメンバーに入れて連れてったんですね。で、えー、まあまあ、えー、予想通り、えー、ちょっとなかなか厳しい、賞、えー、には届かなかったと。で まあ、しっかり、えー、大会終わって会場出てきたら、まあまあ、えー、涙を流してたわけなんです。で、これはですね、あの、ゴリ先生の中ではしめしめと、えー、予定通りだなと。で、まあ、その彼が昨日、えー、授業で来てたんですね。で、どうだった?○○〇〇くんって言って、大会、えー、涙を流してたんですよ。あのー、ただ、えー、 彼から出てきた言葉っていうのは、えー、大会楽しかったと、えー。じゃあ来年出るって言ったら、うん、あの出たいと、えー。これなんですね、これなんです。えー、100%ハマったなと。えー、ゴリス先生の戦略に100%ハマってくれたのと。で、ここで、ね、じゃあどういう彼のそろば 人生、そろばん学習が今後どう変わっていくかというとですね、えー、来年の夏に向けて、えー、今度は賞を取るために、明確な目標がこれで芽生えたんですね、彼の中に今まで、モヤモヤして、あのー、やる気というか、目標が見えない状態で練習しててもですね、まあ多分、能力的には高いなと思ってたんで、あのー、火何度かどうやったら火つけれるかな、その、えー、やる気にと思って。 今回確実に転嫁できたな、という。ね彼はもう来年の夏、えー、もうとにかく、えー、幕張メッセで、え賞、ー、を取るんだ。じゃあ、賞を取るためにどうすればいいか、という、えー、明確な目標で、えー、日々、えー、今後1年間、あのー、しっかり練習できるわけです。あのー、そうなるともう、えー、当然、検定試験の給も自然に上がってきますしね。あのー、そういういろんな、えー、大会、えー、使い方、 お、をゴリ先生、しております。あの、本当に、えー、単純に、えー、ある一定の成績以上、 とかですね、え賞、ー、を取れる子だけ連れてくとかですね、そういうことは一切絶対しませんので、いろんな、え選手の選び方をゴリ先生考えながら、えー、やっておりますんでね、あのー、ぜひ、えー、希望する方はですね、大会出たいよなんていう方は、えー、ぜひぜひ、あのー、相談してみてください。はい、えー、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。